おはようゼンディガー。どうも皆さんおはようございます。開封大好きヨシヒロです。今日はねちょっと時間があったんでね、目のメイクしてみました。で今日のカード紹介なんですが、そう今日はねまぁ、ちょっと枚数少なめなんですが、その代わりねまぁ、今回のそのゼンディガーの夜景のトレーラーにも登場したそのナヒリと一緒に行動してたね、まぁ、アキリがね公開されてたんで、そのアキリとか結構ねその注目の人物の紹介もありつつなんで、まぁ、枚数は少なめなんですが、その分ねちょっと濃い紹介ができるかなと思ってるんで、よかったらね今日も最後までお楽しみください。で今日のカード紹介1枚目がね白のレアのカードで、これなんて読むんだろう、ちょっとお待ちくださいね。というわけで1枚目のカードで、1枚目のカードはねこちらですね、オンドゥの天地ってレアのソーサリーで、ちょっと若干名前がオンドゥル語っぽいようなカードで、まあ、8万のソーサリーで土地じゃないパーマネントを全て破壊すると、まあだから次元の浄化と同じ効果で、まあ次元の浄化が6万のこと考えると、まあかなり重いんだけど、まあ裏面がね土地なんで汎用性が非常に高くなってるので、まあ8万だけど、まあ結構ね使い勝手がいいカードになるんじゃないかなって思っております。まあ次元の浄化みたいなね、そのオールリセット系のカードはやっぱ腐るときとことん腐るんですよね。なんかその代わり今めちゃめちゃねパーマネントを展開してくるようなデッキ相手だったりすると、なんかもうここまで展開したら相手絶対巻き返せないだろうぐらいな感じで、相手がね調子乗って展開したところをまあオールリセットしてるみたいなことができるので、だからね意外とね、まあこの土地じゃないパーマネント全破壊ってちょっとオーバーキル感は否めないんだけど、割とね最近そのなんつうんだろうな、そのウーロだとかそのミッドレンジがね強かったりするから、まあそういうのに対してめちゃめちゃ引きつけて打つことによって、なんかもう本来はね絶対ひっくり返せないような盤面とかひっくり返せるから、でまあすごい腐るマッチングだったりね、その高速アグロとかの対戦だったらまあ土地としてセットするっていうことができるので、これはね結構強いよね。まあ8万ってね異常に重いけど、まあ引きつけるっていう関係上ね、かなりその重いマナイキに行っても問題はないので、オンドゥの天地はねかなり強いカードだなと思いました。なんかコントロールってこういうの好きなんでしょうみたいな感じなので、そう女子が見せてくるとなんか俺は興奮すると思った。で次のカードもレアのカードで、次のレアのカードがこちらですね、兵団の統率者っていう4マナ33のクリーチャーで、まあ、戦場出た時にそのパーティー構成してる数だけ、まあ、11 の, 兵士、戦士トークンが出てくると。というわけで、まあ、その自身が戦士だから、まあ、出てくるトークンも戦士だから、その、まあ、単品でねそのパーティー数増しみたいなのはできないんだけど、まあ、とりあえず最大4対11戦士トークンが出せると。であんたのターンの戦闘開始にパーティーが全員揃ってる場合、これね本当にむずいよね。そう今回なんかいろんなカードに、まあ、その搭載されてるフルパーティーだったら、まあ、誘発するのなんだけど、まあ、その4体クリーチャーがパーティーで完成してると、全体プラ1プラ0修正っていうことで、まあ、その自身でね生み出したトークンとかも結構殺意満点で殴りかかれるし、まあ、自身がね4万の33だから、まあ、ちょっとでも微妙だな。これねちょっとねトークン生成がね、その生成されるやつがねなんか22とかね、もうちょっとその殺意があったらいいんだけど、まあ、11だからね。でまあそれをたくさん生むためにはそのパーティーを数揃えなきゃいけないっていうので、結構ね難解な条件も揃ってるのも相まって、これはねちょっとそのまあリミテとかだったらね、まあ、難なく使えるカードで、まあ、その無難な選択肢としては強いんだけど、まあ、構築においてはねいかにパーティーギミックが強くてもちょっと厳しいんじゃないかなっていう気はしますね。あ、でも破壊符もつくんだ。あ、なるほどね。というわけで、まあ、全体がね、パワー上がって、で、殴って損ないっていう状態になるから、まあ、破壊符のついてね、パワー上がるのは非常にでかいので、まあ、相手がね、屈強なブロッカーとか立ってても、まあ、無理やりね、そのダメージ与えていくみたいなことができるので、まあ、兵団の統率者は、そう、フルパーティーだったら強いね。フルパーティーだったら、まあ、その一時4匹ばらまきつつ、アタックのためやばいことになるから。というわけで、まあ、ちょっと条件達成むずいよな。仮に条件達成し4匹出したところで、絶対次のターン、無事にフルパーティー、揃って帰ってくるとは思えないからな。で、次のカード。で、次のカードがナヒリの束縛っていう、まあ、3マナのオーラで、オーラされてるクリーチャーは、その攻撃もブロックもその起動型能力も使えないと。だ今回のそのゼンディガーの夜明けのそのトレーラーでね、そのナヒリが、その仲間のね、アキリに、まあ、放った技みたいなのが多分これなんでしょうね。だからあれ食らったアキリがもう動けなくなって、まあ、そのままね、落下死したんで、まあ、死んだかどうかわかんないけど、まあ、そのね、シーンを、まあ、イメージされてるカードで、ね、まあ、ナヒリがそういうことできるって知らなかったから、そのナヒリが、なんか石を動かせるみたいな、そのなんかマグニートみたいな能力を持ってるの知ってたんだけど、なんかそれを駆使してなんか相手をね、石化させるみたいなことがね、できるって俺は今回初めて知ったから、なんかそういうね、トレーラーを見て、なんかカードのなんか能力とかのね、紐付けられてるのはね、なんかマジックの面白い部分なんで、なんかこれからもね、トレーラーあるたんびになんかああいうのをね、見れたらいいなと個人的に思っております。というわけで白のカードは以上。今回少ないな、白のカード。で、次のカードが青のカードで、で、青のカードは、レアがね、何枚かあったんだよな。というわけで青のカード、今日のレアのカードはこちらですね。そう、非分サイクルの青で、で、非分っていうのはね、まあ、能力が3つあって、まあ、どれか選べるんだけど、キッカー払ってると全部使えるっていう、まあ、そのサイクルなんですよね。まあ、だからその3つ選べるのがね、全部使えたらめちゃめちゃ強力そうなんだけど、ね、ソーサリーのやつはね、今のところ弱いなって思うんだよな。なんか緑のインスタントだからあれなかなか強いんじゃないかなと思うんだけど、まあ、黒とね、青はやっぱソーサリーだから、月全開で放つっていう、兼ね合いもあって、ちょっと弱めなんだけど、まあ、この青の非分は、普通に打つと4マナで、クリーチャー最大2体バウンスか、戦術2した後2ドローか、プレイヤー1人を対象として、その手札の枚数の、
サイズの XX の、イリュージョントークが出てくると。というわけでね、そうね、普通に打つとね、どれもやばいよね。てか、特にクリーチャーに引きバウンスはね、かなり終わってるような、古文のカードですかみたいな能力なんで、だから、キッカー払って、3つ全部使えば、バウンスさしつつ、カード2枚引いて、で、その増えた状態で、手札の数参照した XX が出てくるんで、そう、上から順番に解決だからね、だからその2枚引いた後に、最後に XX のトークン出てくるから、全部使うと、ちょっと強めなんだけど、8マナ使ってね、2匹バウンスと、カード引いて、ちょっとデカめのクロックが生成されるっていうのはね、結構そのリスキーっていうか、8マナ払って、やることとしてはね、弱めなので、で、かといってその4ターン目とかにね、どれか1個使うにしては弱すぎるから、そうだな、このヒムナサイクルやっぱね、強かったら問題ありそうだからっていうので、ちょっと若干弱めに設計されてるところはあるのかなっていうことで、青の気分でした。で、残すとかはね、その白と赤が残ってるんだけど、赤なんかはね、本体火力とかで、汎用性が高いのとかありそうだから、結構赤の気分は期待しております。で、次のカード。次のカードがね、これアレクルー騒音っていう、2マナの操作リーで、これジェイスね、定期的にこのポーズ取ってるんだよね。で、効果は2マナの操作リーで、対戦相手が、デッキを8枚削ると。で、キッカーされてたら、代わりに、デッキ半分削ると。というわけで、長らく青の、有名なデッキ半分削る呪文、心の傷跡を、ちょっと搭載しつつ、2マナでも打てるっていうことで、結構マルチに使えるデッキ削る系のカードなんだけど、デッキをね、そんな削っても美味しいことはないから、たくさんね、相手のデッキを墓地に置けるっていうのはね、すごい豪華使えそうには見えるけど、そのゲームにはね、そんな干渉しないから、そういう専用デッキを組んだ時にしか、機能しないんだよね。で、その序盤ね、2マナで8枚削ったところで、デッキ60枚あるから、全然その削る量としては弱いんだけど、この8枚っていうのはその終盤に役に立つよね。そのどんどんデッキ削っていった先のその8枚とか結構でかいから、なんかその中盤とかに、キッカー込みのね、6マナで半分削ったりで、その終盤とかにね、これプラスアルファとかで、とどめの1だとして使ったりすると、結構強そうなんで、あれクルーソーはね、完全その LO 戦略の向けの、そのマニア向けのカードなんだけど、その選べるのが強いね。その心の傷跡みたいなのね、その5マナで半分削るっていう、その一択しかなかったから、で、心の傷跡だとね、どうしてもね、あれとどめにならないんだよね。その心の傷跡はその切り上げの、切り捨ての半分だから、デッキが1枚でも絶対それ削れないんだよね。というわけで、心の傷跡はね、うまいことそのとどめに絶対ならないようになってたけど、これはね、そのキッカー払った時が半分で、普通に打つと8枚だから、なかなかね、これ使い勝手いいんじゃないかな。というわけで、その LO 戦略がね、好きな人はね、全然この性能だったらモダンとかでもね、使えるかもしれないので、ぜひ使ってみてください。そう、かつてね、不可視の一列が2マナで10枚削るってやべえだろみたいに言ってたけど、2マナでね、しかも単色で8枚削るっていうのはね、かなり悪くないし、そのキッカー払ったら半分だからね、これはいいカードだと思いました。で、次のカードが風の達人っていうね、ちょいちょい出てくるのがビケースフィンクスですね。ビケースフィンクスはね、顔はいいけどね、もう体がね、完全獣なんだよな。こういう獣の人いるのかな？顔はもう完全人間がいいけど、体は獣がいいみたいな。獣は結構いろんな種類いるっぽいからね、もしかしたらこれが好きな人もいるかもしれない。で、この風の達人は4マナ14飛行で、戦場出た時に2枚引いて1枚すると。というわけで、とりあえず出るだけで、カードが1枚、手札が増えると。で、さらにインスタント化操作利用、キャストするたんびに、こいつのパワータフネスを41か14にできるっていうことで、フライヤーだからね、その41にするとね、結構そのすごい打点で相手のライフ削っていけるから、で、出た時にね、その2枚引いて1枚するっていうので、そのハンドアドバンテージも増えてるんで、地味だ、一見地味だけどね、結構その構築とかでもね、ワンチャンそうですよね。そう、1回出て、次のターンからその4点クロックで殴ってってもいいし、で、普通にすぐ除去されてもね、手札1枚増えてるから、そういうのも相まってね、なかなか強いカードじゃないかなと思いました。風の達人でした。で、次のカードが否認ですね。そう、もうね、マジックの結構その有名カウンターの1枚否認ですね。2マナでクリーチャー以外の呪文を打ち消せると。で、クリーチャーじゃないなんつうのカードってマジックにはたくさんあるんで、結構ね、幅広くてすごい強いんじゃないかって思うかもしれないけど、やっぱね、クリーチャーがね、一番打ち消したかったりするんですよね。そう、ゲームをね、決定づけるのはね、大体クリーチャーなんで、だからそのクリーチャーが選べないっていうのは、そのマジックをね、大半の呪文に対して打ち消しとして機能するのはいいんだけど、その一番重要なところがね、打ち消せないので、ここがね、結構ネックなんだよな。だからね、一見すごいね、強そうなんだけど、割と腐るときはね、とことん腐るっていうことで、主にね、サイドボードとかで取られますね。そのメインボードから入れてても、何かしらと11交換できるから、悪くなさそうに見えるんだけど、メインから入れるとね、かなり腐るので、大体サイド用のカードですね。結構強いカードなんで、もう長らく愛されてますね。で、次のカードが、なんかあるかな。青のカード以上かって。あ、ごめんなさい。もう一枚青のレアカードあったんで、こいつもね、ついでに紹介していこうと思います。で、こいつがね、なんとか池のミミックって、3万の00のクリーチャーでも確実に何かのコピーとなるタイプのクリーチャーで、こいつがその戦場出るに際して、自分のコントロールしてるクリーチャーの、コピーとして、戦場出れるんですよね。というわけで、相手のクリーチャーに化けられないから、相手がね、めちゃめちゃでかいクリーチャーとか展開してきても、これで蓋するみたいなことができないので、ちょっとね、その使用用途としては、弱くなっちゃうんだけど、ならず者であるっていうところだけはコピーになっても変わらないから、
から、まあ、今回ねその、 あのパーティーギミックを使う上でなんか結構悪くないカードだし、もう本当に腐ったらね、そうコピー系のカードってマジで腐るときは腐るから、だからそういうときはなんか土地としてセットできるっていうことで、まあ、コピー系のカードってね本当にね大体弱いんだよね。そのなんかマジックでなんか相手のクリーチャー丸々化けれるって聞いたら初心者とかめっちゃ強そうじゃんって思うかもしれないけど、本当にね大体弱いんだよね。なんかその幻影の像みたいな、なんか2マナとかでもうあの超軽いみたいなだったら初めて使われるかなっていう感じなんだけど、まあ、大体ねコピー系のカードって使わないから、まあ、こいつもねなんかその霊に漏れずにね、まあ、大体あのなんか価値なく終わりそうな気はするんだけど、まあ、今回ね土地になるっていうのがねでかいから、なんかそれがあってなんかマジック発動ねなんかコピー系のカードでめちゃめちゃ使われるみたいな展開もあるかもしれないので、まあ、結構ね活躍には期待しております。なんとか駅のミミックさんでした。というわけで青のカードは以上で、青のカードが終わったんで次黒のカードで、黒のカード1枚目が黒なんかレアあったっけ。あったな、黒ねちょっと面白いレアのカードあるんだよ。ちょこれ読み込んで、あ読み込んだ。2マナ2日で威迫と反抗持ってるんだよね。もうこの段階でかなり急大点だよな。そう威迫とはね反抗はねその回避能力持ちながら、その2点打点入るは回復するわだから、もうこの段階でこいつもうレアとして成立してるんだけど、あのキッカー払った時のね能力がねぶっ飛んでんだよね。そうキッカーが4マナで、まあ、キッカー込みでキャストすると戦場出た時に自分の墓地だっけ、リターンターゲットクリーチャーカード、そうねアンザンの墓地からあのクリーチャー1匹リアニメートできるっていうねとんでもないおまけがついてくるんだよな。もうこいつね2マナ2日ね反抗威迫の段階でもう普通にやべえのに、なんか4マナで普通にそのゾンビ化のあのマナコストでゾンビ化がついてくるってので、これやばいよね。なんかそのまあリアニ系の効果っていうのもそのさっきのコピーと同じくなんか一見ねその死者蘇生じゃん強いみたいになるかもしれないけど、まあ普通に使うとあんま強くないですよね。そのマジックのその死者蘇生っていうのはだからなんかあんまねその復活系の呪文は強くないんだけど、こういうおまけでついてる分にはねめちゃめちゃ強いので、まあ、これはねかなりやばいクリーチャーだなと思いました。キッカー払わなくてもねなんかかなり生きながらえるプラス相手のライフ詰めてくっていうのができるので。すごいよなこいつ。で次のカードで、次のカードも2マナ11で飛行反抗なんだよな。もう同じく回避能力反抗持ちで、ただねパワー1のね反抗は超弱いんだよね。その2はね割とほっとけないですよ。その2点くらいながら2点回復されていくとなんかライフ詰めてても全然詰まっていかないからね、パワー2の反抗はめんどくさいんだけど、1はね割と放置できるんだよね。そうちょいちょいね1の反抗でなんか優秀なのいるけど、まあ1点ずつ回復してもいいかって感じで結構放置されがちなんだけど、ただねこいつキッカー払うとプライチカウンターが2個乗るんですよね。で3の反抗はねもう全然放置しておけないし、しかも飛んでるしっていうので、これかなり使い勝手いいですね。まあ何もやることなかったらまあ2ターン目に展開してもいいし、でまあキッカー込みでまあ6マナ33飛行反抗でねかなり別に悪くないと思うから、これもね結構使用用とかねたくさんあって強いカードだと思いました。装備品とかと合わせて別に11の状態でもねなんかその3点とかね4点とかの反抗打点にも変えれるから、これかなりリミテで活躍しそう。あでももう1枚レアあった。でもう1枚のレアがこれね結構賛否分かれるのかな。まあ一見強そうなんだけど、スカイクリーブの影っていう2万の31で、まあキッカー持ってて、まあブロックできないと。まあだからブロックに回れないんだけど、まあ上陸達成した時に、これが墓地にあったら、まあキャストできるっていうので、まあ氷結機みたいなんですよね。そう、氷結機は上陸達成で復活していくんだけど、これでね、上陸達成したらキャストできるっていうので、マナがかかるんですよね。だから氷結機よりも結構その復活で、マナ食い虫なんだけど、その代わりにね、キッカーがついてて、土終盤とかキッカー込みでキャストすると、まあ合算になれるんですよ。だから氷結機なんかね、言うてあれ21だからね、なんか屈強の壁がずっと立ってたら役に立たないんだけど、まあ、こいつはねキッカー込みで払うと合算になるので、まあ、その代わりブロックできないからね、ここかなり明確な弱点であるんだけど、まあでもねなんかこれはね強そうな感じするんだよね。どうだろうな、なんか上陸達成でね簡単に復活できるっていうのはね魅力なんだけど、マナ食ったらねちょっと途端に変わるよな。その氷結機なんかさ、そう4体とかさ終盤どんどん氷結機墓地溜まっていくから1個の上陸達成で全員復活するから、ああなるとねだいぶ変わってくるけど、でこれブロックできないからね、そうキッカー達成したらなんかブロックできるみたいになったらちょっと違うかもしれないけど、そうねこれはなんかまあでも2万の31だから腐っても2ターン目に出てくる3点打点なんで、まあ、そこがね評価できるような黒いアグラが組んだ時はなかなか強いカードになるんじゃないかなと思っております。ただギミック的にはそこまで強くないかなと思う。で次のカード群れの末裔っていうカードで5万の33飛行で、あんたがライフを得るたびに、あなるほどね、アジャニーの群れ仲間ねということで、ライフゲインでまあサイズが上がっていくっていう効果ですね。でこれね結構どんどん回復するんですよね。なんかその1点回復するみたいな、その小さい回復源がたくさんあったりすると、それが全部こいつのプライチカウンターに変わってくるんで、だからねこの手の能力はねなんかいともたやすくパワー10とかいくんで、だからアジャニーの群れ仲間みたいなのがね、まあ、そのスタンとかでも活躍して分かる通り、あれ全然13-13とかいっちゃうんだけど、やっぱりねその回避能力がないから、まあ、チャンプブロックとかでしのがれちゃうんですよね。ただこいつ飛行持ってるからこれはかなり強いね。普通に5マナーの33飛行もそんな悪くないし、まあ、1個でもサイズ上がったらねもう十分だし、もう2個サイズ上がったらもうレア級の破壊力になるので、
もうこれリミテだったらね、まあ、即ピックの強いカードだなと思いました。で、次のカード、で、次のカードがドラーノの口封じ。もう確実にマナコストは、下がるだろうと言わんばかりの6マナのクリーチャーで、6マナ3、2と、で、出た時も下がらなかった。失礼しました。対戦相手がコントロールしてるクリーチャー1体を対象として、あ、なるほどね、マイナー X でそのパーコースを参照すると。だパーティーの数だけ、まあ、なんで、戦場出た時にクリーチャーを、まあ、弱体化させるっていうので、まあ、最大マイナー4、マイナー4修正与えられるんですよね。で、まあ、フレーバーテキストが黙ってろっていうことで、なんか俺に言われてるみたいなの、すいません、失礼しました。というわけで、ドラーナの口封じさんでした。なんか怒られそうなんで、この辺でやめとこう。というわけで、黒のカードは以上で、次のカードが、赤のカードで、赤のカードがね、もうすごいね、衝撃の寂しさ、1枚しかないからね。で、この1枚が、装備品のカードで拾った刃。雑、拾った刃は2万の装備品でも出たら勝手にくっつく。もう今回、ゼンディカーの脇に収録されてる装備品で、これ持ってない装備品ないんじゃない？なんか全部勝手にくっつくような。で、装備されてるクリーチャープラニプラゼロ修正受けるっていうので、まあ、そのシンプルイズベストですね。で、装備コストが3万なんで、まあ、出た時にね、その自動でくっつくっていうおまけがある分、その後々装備するのはちょっと重めなんだけど、まあ、2万で出てきて、まあ、クリーチャーをプラニプラゼロ修正与えつつ、終盤とかもね、フライヤーとかに貼っつけて、使えるって考えたら、まあ、そんな悪くないかなっていう感じで、まあ、拾ってやればですね、拾ってやれば名前面白いな。こんな落ちてないだろう。で次のカードで赤が終わったんで次緑のカードで緑がねやたら多いんだよ。てか今回なんか緑のカード多くない？なんか毎回さカード紹介してるたびにさ緑のカードばっかあってさ、そう終盤に赤とか他のカード控えてんのかな。なんか緑めちゃめちゃ多い気するわ。で緑のカードが新ワレアもねレアもたくさんあって、まず新ワレアから紹介したいと思います。で新ワレアのカードがエンシェントグリーンワーデンっていうちょっと名前かっこいいな、なんか高級車みたいな名前のカードで6マナ57でまあ到達持ってると。で有名プレイランドフロムユアグラブヤードっていうのでまあ墓地からまあ土地が出せると。で土地がなんか能力を誘発するたんび土地が出ることでまあ能力誘発がするたんびにそれが追加でもう一回起きるっていうので、まあ今回その上陸っていうのがね一番わかりやすいその土地が出た時にホニャララっていうその誘発を持ってるんで、まあこいつがいるとその上陸誘発が2回起きるんですよね。で別に上陸以外のその土地が出るたんびにホニャララっていうカードも結構たくさんあるからマジックには、だからそういうのも2回誘発できるようになるし、でその土地もね墓地から出せるからそのフェッチとかはねガンガン使ってなんつうか上陸を達成できると。ただスタンだとなんか役に立つのかな。これさなんかこれプラス土地を追加セットできるとかあったらまあ出た瞬間から仕事できたんだけど、それがないからね出たターン6まで57到達だけだから、それをちょっとねなんか新ワレア家でもねちょっとこれに託してターンを返すっていうのは怖すぎるから、そうななんかギミックは面白いけどなんか構築戦のねなんかもう一ターンにもその一ターンでも全てが変わるみたいなやり取りをしている上ではちょっとこれはね弱いんじゃないかなと感じるエンシェントグリーンワーデンさんでした。なんか結構好きなねイラストではあるんだけど、除去体制ぐらいあったらよかったかもね。なんかそのリーチと呪文みたいなのがあったらね面白かったかもしれない。まあそうすると次のターンからねもうパラダイスだったから。で次のカードで次のカードはもう超強化されたねなんか謎のマンモス火山ドゥのマンモス3マナ33で上陸達成でプラニプラニと、もうアーモドンとは一体何だったんだって感じるぐらいただアーモドンが強くなりましたね。でしかも裏面が土地だからねこれやばいよな。これただただ強いわ。普通にまあ土地としても出せるし、でクリーチャーとして出してもそんな悪くないサイズなんですよね。3ターン目出して次のターンからもう5点で殴り出すから、これ裏面土地にしてみればね表面異常に強いよな。こんなんだったらさ全然上陸達成でプラ1ぐらいでもいいのにプラにもつくから、なんか昨日出てきたなんとかなんだっけなんか黒の殺害あったじゃないですか。なんかあれとかと比べるとなんかこいつめちゃめちゃ強いなって感じる、カサンドゥのマンモスさんでした。で裏面の土地もね結構綺麗なんだよ。なんか一瞬サバンナの再録ですって言われたら信じるやつも世の中には一人くらいいるかもしれない。で次のカードで次のカードもなんかレアあった気がするな。あれあるな。めちゃめちゃ増える虫ですね。片鎧の大群てか片鎧の群れってさ、あれゼンディカンカードだったっけ。まあかつて片鎧の群れっていう、まあ、1マナ11でなんか毎ターンそのサイズが上がっていくんだっけみたいなやつがあったんですけど、なんかあれのなんか大群バージョンちょっとなんかオマージュみたいなので、まあ、3マナ11で上陸達成するたびに、緑の11の虫が出てくると。だからこのイラストの通り、まあ、虫がわらわら湧いてくるんだけど、これ、ね、土地が6枚以上あるときに、まあ、上陸達成すると代わりにこいつ のコピーが出るんですよね。だからまあ11であることは変わんないんだけどコピーが出るから、そいつもこの上陸でこの誘発持ってるからもうバイバインなんですよ完全に。このよくあるマジックのバイバイン。だから次のターンはそのコピーも含めてコピーが出るから2が4になって、で4が8になって、で8が16になって、もう次のターンにはもう天文学的数字になるみたいなのでこれねやばいよね。とだからでもね6枚以上だからね、その前のね片鎧の群れもなんか6個以上と違ったらプライチカウンターが5個ずつ乗るみたいな感じので結構なんか激しい能力持ってたんだけど、そうだな、なんかまあ3ターン目の11が弱すぎるからそこがちょっと難点だよな。
まあ、というわけで偏るような大群でした。まあ、めちゃめちゃ増えて超気持ち悪いカードだなと思いました。で、次のカードがオランリーフのなんで言って、まあ、同じくレアのカードで、まあ、3マナ22で、戦場出た時にプライチカウンターを好きなところに乗っけられると。で、こいつが攻撃するたんびに、まあ、プライチカウンターが置かれてる各攻撃クリーチャーの上にプライチカウンターを乗っけるっていうので、すごいね、3ターン目に出てくるクリーチャーのに、もう次のターン本当大変なことになりかねないっていう感じの能力を持ってて、まあ、だからまあ、相手からしてみればね、もうこいつ絶対攻撃させちゃいけないから、まあ、ここに除去が向くんだろうけど、まあ、除去が向くんだったら、まあ、プライチカウンター他のところに乗っけとくって、まあ、地味ながらもね、まあ、この1打点上がるっていうのが、まあ、高級的に上がり続けるから結構でかいんですよね。だからこいつはもう絶対あのマス除去の対象になるから、あの死ぬっていう体で、まあ、プライチカウンターどっかに置いておけるからね。そうすると結構あの相手のライフ詰めてクロックとかも変わってくるんで、あのまあその死ぬ前提で使うとね、かなりいいですね。うん、というわけで、まあ、最近ね、プライチカウンターギミックっていうか、そのプライチカウンターが載ってるカードね、なんか多いから、なんかこういうね、ヘンテコなギミックも、なんかだん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 ね、なんかこれからその緑の特権みたいな感じでなんか使われるようになっていくんじゃないかなっていう感じしますね。そう、なんかそのブロックだけのなんか限定的なギミックかなと思いきや、なんか最近こういうの多いから、まあ、オランリーフのなんでもね、あの、これからカードプールが広がるために、しかもね、まだまだスタンではね、長いこと使えるカードになると思うので、そういう意味で結構期待したいカード、オランリーフのなんででした。で、レアのカードはそんなもんかな。そうね、レアのカードは以上なんで、で、あとはね、古文とかのカードを語っていこうと思います。緑マジ多いな。で、1枚目がね、カザンドゥの踏みつけっていう6マナ65トランプルで、まあ、戦場出た時に今、土地最大2つをオーナーの手札に戻すってことで、これ戻さなくてもいいんだよね。やばいよね。まず6マナ65トランプルだから、俺これデメリット的に絶対2個戻さなきゃいけないと思ってたのに、戻さなくてもいいんだよな。で、まあ、戻すと戻すで、その、上陸とかもね、なんか、もう一回使ったりができるから、というわけで、これ2個戻すっていうのが、もうもはやデメリットになってないっていうか、その、戻さなくてもいいから、選択肢があるんだよな。これ超超絶強いね。で、しかもあの今回その両面カードがある兼ね合いもあって、その序盤土地として出したカードをその終盤ね、あのキャストするみたいなこともできるから、これ戻せんのね、やばいね。これ古文なの、マジでアンコモン以上あるだろう。というわけで、カザンドゥの踏みつけでした。トランプルもあって、その6点がね、ちゃんと打点として抜けていくから、これ相当強いね。しかもシングルシンボルだし、もう言うことなし、もうキングオブあの古文カードです。で、次のカードで、次のカードが荒れ地の回端、1万の総裁でキッカー3万のでライブラリーから基本土地1枚探してきて手札に加えると、まあよくあるね、緑1なのでランパンしようと思ったらもう手札にしか来ないっていう、まあ残念系な効果なんだけど、キッカー払ってた場合、基本土地2枚を探してきて、1枚を、あ、待って、あ、普通に2枚ハンドに加えるだけか。というわけで、キッカーしてても、まあ、2枚ハンドに来るだけっていうので、まあ、その手札は増えるけど、そのま、あの、テンポは、あの、加速はしないっていうので、そうね、まあ、古文っぽいカードだなと思いました。まあ、そうね、だから、キッカーがね、まあ、無色3ものだから、その多色系のデッキだったりすると、あの、ま、序盤ね、土地詰まりしないようにもできるし、その終盤とかね、あの、ピンポイントで持ってきた色とかを、まあ、ダブシン揃えたりもできるので、まあ、とはいえ、ちょっとあんま強くはないかな。で、次のカード、で、次のカードが、これ何これ、縄張り持ちの大釜猫。これ猫なの、こんなんだよ。これが猫、これでも猫っていうんですか。で、3万21トランプルで上陸達成でプライチカウンターが乗ると、これいいね。というわけで、まあ、その、高級的にサイズが上がり続けるのはいいよね。で、まあ、その、3ターン目に出てくるパワー2なんだけど、まあ、次のターン殴るときにはね、あの、パワー3相当になるから、なんかまあ、3マナーの3に相当的に殴れるので、もう最低でも。だからね、これ結構強いよね。というわけで、しかもね、あの、生きていたらどんどんサイズ上がっていくし、しかもトランプルもあるから、あの、ちゃんと打点も抜けていくしっていうので、まあ、古文ながらね、いいカードだと思いました。で、次のカードが、次のカードが、これか、巨神の補強、1マナのインスタントで、まあ、両面、あ、カードか。ということで、片方が、まあ、タップインの森なんだけど、で、表面のカードが、1マナのパンプで、プライチカウンター1個乗っけるというので、めっちゃしょぼいね。だから1マナ払って、まあ、プライチカウンター1個乗っけるだけでしょぼいんだけど、まあ、土地として使えるからね、もうそこで我慢してくれっていう感じのカードだな。これ、プライチカウンター1個プラス何かあればいいんだけどね、ないからな。バットリとしても弱いからね、そうね、これはまあ、コモンぐらいでいいんじゃないかなと思うけど、一応アンコモンになってるカードでありますね。で、次のカードがないか。というわけで、緑のカードが以上でした。で、緑のカードが終わったんで、まあ、今回はね、まあ、お楽しみタイム、まあ、マルチカラーとアーティファクトのカードの紹介になります。で、ここはね、レアとね、シンワレアがね、結構あるんで、まあ、かなりね、なんつうの、迫力満点のカード紹介ができるんじゃないかなと思っております。というわけで、1枚目のカードが、まあ、今回ね、ゼンティカの夜明けのそのトレーラーにも登場して、最後にね、ナヒリに突き落とされた、あれですね、そう、戦友アキリさんですね。これアキリね、一応ね、知らない人のために説明すると、あの逃走者にも収録されてるんだよね。逃走者2016かなんかで、もう全然ね、あの見た目が違くて、てかなんつうんだろう、これ片方に髪の毛がある人なんだけど、そのハゲの部分しか出てないから、俺完全にそのなんつうんだろう、そのジェスカイカラーの文句だなと思ってたんだけど、まあ、どうやらこのゼンディガー出身の、まあ、河野選手らしくて、多分俺と同じ勘違いしてる人 いたと思うんだよな。完全にその髪の毛が全く見えなくて、あ、なんかハゲがロープ伝ってるなぐらいしか思わなかったんだけど、まあ、実はね、あいつがあのゼンディガー出身で、まあ、今回ね、そのトレーラーにも登場したマキリさんだったってことが判明しました。
ね。そう、アキリってね、呼んだのに1回だけなんで、あのそのトレーラー見てても、一瞬その字幕で出てきただけ、だったんで、もう本当もう恐ろしく早い字幕、俺じゃなきゃ見逃しちゃうね、みたいな感じだったんだけど、まあとりあえずアキリさんだったことが判明しましたね。ちなみにハンターハンターの恐ろしく早い死闘のあの声優さんは、多分ハンターハンターの作中で、10キャラぐらいね、使い回されてるんで、だからあの人の声優見つけるのも結構楽しいです。というわけで、まあアキリの紹介しよう。で、アキリは3マナ、3、3で、あなたが装備品がついてるクリーチャー1体以上で、俺ちょっともう一回読みますわ。あなたが装備品がついてるクリーチャー1体以上でプレイヤー1人を攻撃するたびにカード1枚引くと、アタック誘発でワンドローできるの、すごいな。というわけで、まあ装備品がついてるクリーチャーが、まあその代わりね、何体いてもワンドローしかできないっていうので、まあその悪さはそんなできないんだけど、とりあえず装備品ついてるだけで、まあワンドロー、アタックだけでワンドローができると。で、さらに一番の機能で、装備品がついてるクリーチャーを装備から外すことで、まあ破壊不能を得させられると。あー、なるほど。これ結構強いね。なんかてかこれを作中でもね、やればこいつ死なずに済んだのに、まあそれができずに死んだっていうのが非常に残念ですね。はい、だからまあその装備品を使うことによって、そのつけたり外したり、カードが引けたりっていうので、そう、俺ね、装備品っていうのはやっぱりね、そのメカニズム的にかなり弱いから、なんかすごい補助してやんないと、なんかうまいこと機能しないだろうと思ってたけど、まあこんだけね、強いカードだったら、結構その装備品使って、なんかその、なんていうんだろう、テクニカルに戦うのも面白いかなっていうので、これ、あきりね、能力だけで言ったら、ものすごい大満足なんだけど、伝説なんだよな、こいつ。だから伝説だから、なんかこういうギミックのデッキを組もうと思っても、こいつをたくさん採用すると、まあ、こいつがハンドで腐っちゃうみたいなことが起きるので、もう能力自体はね、もう本当に待ってましたと言わんばかりの面白い効果なんだけど、ちょっとね、そこがね、残念だよね。そう、まあ、出た瞬間から、その装備クリーチャーがもう殴るだけでワンドローが誘発するんで、結構出た瞬間から仕事もできるし、まあ、1マナ浮かして出すみたいなことすればその除去耐性とかも与えられるからかなり面白いんだけど、ちょっとね、伝説ってのがネックだけど、俺はかなり使いたいカードだなと思いました。というわけで、恐れなき探求者アキリさんでした。で、次のカードで、次のカードもね、同じく伝説のクリーチャーで、まあ、ゴルガリカラーの3マナの生物で、スカイクレイブの後輩者グラウマウっていう、もうちょっと名前長すぎてマナコストに当たりそうになってるやつなんですけど、まあ、とりあえずこいつはね、プライチカウンターが3つ乗った状態で戦場に出ると。で、他のあなたがコントロールしてるクリーチャーが死亡するたびに、まあ、そいつがね、プライチカウンター乗ってるタイプのクリーチャーだったら、まあ、こいつの上にプライチカウンターが乗っかるっていうので、まあ、そのプライチカウンターをね、対応するデッキだったりすると、まあ、クリーチャーが死亡するたびに、まあ、こいつのサイズが上がっていくと。まあ、ただ1個だけどな。結構しょぼいんだけど、まあ、それプラス、まあ、こいつが死亡した時に、最後こいつの上に乗ってたプライチカウンターの数に等しいサイズの、まあ、XX のハイドラが出てくるっていうので、まあ、かなりね、お得だよね。まあ、普通にまず3マナ33で、まあ、ちょっとサイズがね、1個でも上がれば、結構お得な生物の上に、その死んだ時もね、なかなかのサイズのやつを残していくんで、もうこいつ追放除去打たないと、かなりめんどくさいから、で、しかもね、伝説っていうデメリットも、その、なんと、追消滅した時も死亡誘発起こせるから、まあ、そういうのも相まってね、結構無駄なく使えそうで、だから地味だけどね、強いよね。その地味なボラギノホールなんだけど、かなりね、なんか地味ながらもね、いぶし銀な強さを誇ってて、俺こういうのは好きなんだよね。で、しかも3マナだからね、まあ、こういう地味ぐらいのね、強さでも十分なんだよ。だこのグラウマもね、さっきのね、アキリもね、個人的にはね、かなり好きなデザインですね。特にアキリはね、かなり好きだね。だから、もう作中で死んだことだけが非常に悔やまれるような。で、あとは、アキリと一緒に死んでた、なんかもう一人なんか石になって、こんなやつでいたじゃないですか。あいつめちゃめちゃ強いやつなんで、あれなんかディミアカラーの俊足の忍者なんで、だから死んだ2体めちゃめちゃ強いのに、なんかナヒリは結構微妙な性能で、ノーノーと生きてるっていうのがね、なかなか皮肉切っていいなと個人的には思っております。で、次のカード、で、次のカードが、アーティファクトのカードかも。あ、違う、もう一枚あったわ。で、もう一枚ね、マルチのカードがあって、これね、結構構築でね、見かけるようになるんじゃないかなって思ってる、まあ、アンコモのカードで、空飛ぶ思考盗みっていうカードで、まあ、2マナ1、3で、まあ、瞬速飛行と、もうパワーが1しかなくて、タフが3もあるね、飛行の瞬速の生物なんか、死に耐えられると思ってる過激派いるかもしれないけど、ただね、こいつちょっと強いんだよ。その対戦相手の墓地が8万以上だったら、そのならず者が、プライ1、プラ0修正受けると。まあ、だからまあ、自身もね、ならず者でその修正受けるんで、まあ、だからそのパワー2のフライヤーとしてアタックできるし、しかもね、なんだっけ、盗賊ギルドのその処罰者みたいなのもパワー上がるから、なんか割とね、そのならず者フラッシュみたいなね、デッキが組めそうだし、しかもならず者って言ったらね、あいつ厚かましい狩りでもならず者なんで、条件達成したら相当強いに、しかもね、ならず者がアタックするたびにデッキ2枚切削なんで、これね、ワンパンチだけでもね、もう8枚ね、達しそうなんで、これはね、かなり強いんじゃないかなと思うんだよな。だからそのならず者フラッシュみたいなね、俺みたいなならず者はね、もうこれを見た瞬間からもう使いたくてしょうがないわけなんだよ。だから、まあこいつがね、その1、3飛行瞬速っていうなんか見た瞬間はなんかダメなやつだなって思ったけど、能力読んだらね、もう非常に震えたんで、これはね、もう早くアリーナかなんかでね、ならず者デッキ組みたいなと思ってるカードなんで、まあ俺と同じくね、ならず者デッキを組みたい人はね、なんかこういうカードもいいんじゃないかってなったら、ぜひコメントとかに残していってください。まあてなわけで、マルチのカードの紹介は以上になるんですが、で、残りがね、アーティファクトのカードの紹介で、アーティファクトはね、今回レアと新
マリアがあるんで、まあ、最後にね、なかなか迫力満点の紹介ができるんじゃないかなっていうことでね、まあ、それを紹介していこうと思います。で、1枚目のカードがこちら、スカイクレイブの秘宝っていう、まあ、3マナのアーティファクトで、まあ、キッカー3マナと。で、能力が、まあ、タップで好きな色一色出せるだけなんで、まあ、結構弱めなんですよね。まあ、ただ破壊不能があるけど、まあ、マナーアーティファクトね、そんな積極的に壊してくることはないので、まあ、結構普通に使うと弱いんですが、ただね、キッカー払うと、これ自身のコピーが2個生成されるから、まあ、6マナでね、3マナブーストできるので、まあ、次のターンはその10マナとかにも到達するんで、まあ、だからキッカー込みで払うとかなり強いんですよね。で、その破壊不能が3つ出るから、まあ、逃走者戦とかでもね、まあ、そのアーティファクト全破壊みたいなカードが結構はびこってる中でも、なんていうの、その試合終盤になってもね、まあ、残り続けるカードとして使えそうなんで、だから逃走者戦とかでね、結構化けそうなカードであるんですよね。で、まあ、しかもね、なんつうんだろうな、個々にその好きな色出せるから、結構使い勝手多いんですよね。そのまとめて3マナじゃないので、だからね、このバラバラに使えるから、まあ、そういうのも相まって、まあ、キッカーで使う場合はね、かなり強いから、まあ、逃走者戦とかでね、早いとこマナブーストして、まあ、6マナ到達して、まあ、これ出すと、まあ、そこからかなりいろんなカードをね、マルチに使っていけるっていうことで、まあ、スカイクレイブの秘宝は、まあ、そのスタンとかでも見んのかな、ちょっとなんとも言えないですけど、まあ、なんか逃走者だとね、強そうだなっていうのをね、パッと思ったカードでありました。まあ、そんな感じで、まあ、スカイクレイブの秘宝でした。で、次紹介するカードがね、まあ、今日最後の紹介のカードで、まあ、今回のね、ゼンディガーの夜明けのそのトレーラーにも出てた伝説のアーティファクトで、まあ、積成エンジンですね。4マナの伝説のアーティファクトで、まあ、タップするとね、3つの機動能力が使えて、で、これがね、結構どれも豪快なんだよね。まあ、あんたがコントロールしてる機動能力か誘発能力を1個対象として、まあ、コピーできるっていうので、まあ、能力コピーするか、3マナタップであんたがコントロールしてる、まあ、インスタントかソーサリーを対象として、まあ、コピーするっていうので、まあ、呪文コピーか、で、最後がね、マジで聞いたことないのよ。4マナタップであなたがコントロールしてるパーマネント呪文をコピーするってので、それどうやって戦場出てくるんだよってので、これさ、格好書きかなんかで書いててほしいよな。そのコピーされたパーマネント呪文はそのコピーとして戦場に出るみたいな書いててくんないと、これ何が起きるんだみたいな感じので、まあ、一見わかんないんだけど、まあ、おそらく言いたいこととしては、まあ、クリーチャーのね、コピーが出てくるみたいな感じなんだろうけど、まあ、未だかつて聞いたことないよな。というわけで、まあ、今回ね、そのナヒリが手に入れてね、まあ、この力を使って、まあ、その友2人を抹殺したみたいなので、まあ、リットしてやったかどうかわかんないけど、まあ、そのトレーラー通りでやると、そのね、なんか能力をね倍増させるみたいな、なんかアーティファクトなんだと思っております。まあ、だからそういうね、そのナヒリがなんか力をね、その倍増させたのと同じように、その能力だとかね、呪文だとかパーマネントとかを増やすことができる、その太古のね、遺跡に隠された秘宝なんで、まあ、きっとね、スタンダードとかでもね、活躍すること間違いません。スタンダードでは使わないかな。まあ、ただ逃走者戦とかだとね、もう確実に悪さはもうしてくるよみたいな感じの全開のカードなんで、まあ、きっとね、まあ、EDH とかで盛り上がるカードには、盛り上がるっていうか、なんかもう嫌われるカードになるのかどっちかわかんないけど、まあ、使われるカードになることは間違いなしの、まあ、積成エンジンでした。というわけで今日のカード紹介は以上です。というわけで、今日も最後に映画紹介のコーナー、そして今日最後に紹介する映画は何だろうな。まあ、個人的に、ね、好きな映画で、多分ね、なんか面白いかどうかって言われると、そんな面白くないんじゃないかなって思ってる映画なんですが、まあ、レッドドラゴンですね。まあ、レッドドラゴンはね、その羊たちの沈黙は知ってる人いると思うんですけど、まあ、あれの前日談なんですよね。ただそのレクター博士が出てくる話なんだけど、まあ、物語で言うと、まあ、一番最初にやってる話で、まあ、天才レクター博士はね、まあ、その常に、そのみんなのね、上を行く存在なんだけど、まあ、その捕まるところから始まるんだよね。だからその、この物語で、まあ、そのレクターを捕まえる、その主人公を、まあ、演じてるのが俺が大好きなね、エドワード・ノートンなんですけど、まあ、ノートンがね、多分この作中っていうか、多分そのサーガを通して一番強いやつなんですよね。というわけで、そのみんなのね、その神的な存在であるレクターが、結構ね、そのずさんな扱われ方をしてる作品なんで、なんかそのレクターファンからしてみればね、なんかちょっと嫌だなと思うかもしれないけど、俺割とエドワード・ノートンが好きなんで、まあ、そういう意味でね、まあ、この作品ちょいちょい見るんですよね。で、まあ、そのシリーズ通して言うと、その羊たちの沈黙とかハンニバルよりかは絶対面白くはないと思うよ。ただ、なんか、ゴアな描写がね、少ないから、なんか、その、羊たちの沈黙みたいな、見てみたいなって思うけど、ちょっと、グロいのは嫌だな、みたいな人にも、見れるぐらいのね、テイストには収まってるので、だからね、そこを見てほしいですね。で、まあ、この作品でもね、別に、レクター博士が、賢いこととか、なんか、その、レクター博士の、なんつうんだろうな、その、なんかカリスマ性みたいなのはちゃんと垣間見れる作品になってるので、その天才レクターが一体どれぐらいの人物なのかみたいなのをね、なんか5話なしで見る上ではね、この作品すごい適してるので、だからレッドドラゴンはね、なんか羊の沈黙を見る前に見る作品としてはね、もしかしたらいいかもしれないですね。というわけで、なんか万人は受けないけどね、俺本当にね、エドワードノートンがすごい好きなんですよね。で、ノートンの金髪っていうのがなんかね、いい感じに似合ってて、で、ノートンの金髪が見れる作品なんかね、なかなかないから、そのエドワードノートンの金髪を見つつ、まあね、レクター博士も見つつ、で、エドワードノートンの吹き替えが、まあ、ER のね、そのグリーン先生っていうので、あ、グリーン先生が生きてるみたいな感じので、まあ、その錯覚することもできるので、まあ、あらゆる意味でね、結構個人的にツボに刺さってる作品ではあるので、まあ、レッドドラゴンね、割とおすすめであります。あと、なんか未だにね、見てね、えって思うとこが多いので、なんか見返して、ああ、そういうことかってね、なんか定期的に気
につけたりすることもあるので、まあ、そういう意味でね、なんかちょっとこの話を聞いて興味持った方はね、ぜひレッドドラゴン見てみてください。というわけでね、今日のカード紹介&映画紹介でした。で、もうそろそろね、フルスポイラーが公開されると思うんですけど、まあ、こうやってね、毎日、その連日ね、プレビュー、てかカード紹介撮ってて、まあ、楽しいですね、非常に。で、皆さんからいただくコメントとかもね、そう、一言でもいいからコメント欲しいって言ったら、もう絶賛、あとかいいとかね、うんとか最近、わーとか来たんで、まあ、この調子でいくとね、ああいうをフルコンプできるかもしれないなと思ってるので、まあ、よかったらね、本当に普段コメントしない人とかでもね、へーとかね、ほーとかまだ残ってるんで、まあ、そういうところをね、埋めてってくれると、最後終わった時に、一体ああいうがね、どれだけ埋まるかっていうのをね、俺の中で結構楽しみにしてるところなんで、まあ、よかったらコメントよろしくお願いします。で、これ毎度言ってるんですけど、コメントはね、やっぱその翌日のね、モチベーションに直接繋がるので、なんかあるとね、本当になんか翌日また撮ろうってなるから、もう本当もらえるのは非常に嬉しいので、よろしくお願いします。というわけで、今日のカード紹介は以上です。で、明日もね、多分まあ、同じようにね、朝方か昼ぐらいにね、上がってると思うので、それもね、よかったらチェックしてみてください。というわけで、また明日もね、カード紹介でお会いしましょう。さよなら。